運んできました。ストークでーす。私の中だとシゲゾウしかイメージないんだけど、シゲゾウって誰だったっけ。あえて振ってみる。さあカード、給食の場所のカードは。園長先生、雪合戦しないの。いやごめん先生、ちょっと忙しくてね。ダメだな、子供は外で元気に遊ばなくちゃいけないんだぞ。うん、先生は子供じゃないんだけどな。な、俺は組長だぞ。ドス聞いた声でね。俺はテーブルだ、何やっとんじゃって。あれ、ゾウさんカード。いきなりドスが聞いた感じで、ミサイさんの旧姓は。覚えてない。細かいことはね覚えてない、マジで。なんだったっけな、意外と普通の名前だった気がする、ミサイさんの旧姓。そんなすごくなかった気がする。アクション仮面、このステージで最後だからアクション仮面取って見ない気がするな。なんだったっけな、小山。あー普通だね。美人の歯医者さん、どうしたの僕、歯が痛いの。ほら、心臓が痛いです。モキモキ言ってるぞ。それ言うのはドキドキでしょ。美人を見るといつもそうなるんだ。いや猫、ね、の子ったらもう調子いいんだから。小山さんやん、小山さん。桐生の兄貴が出てくる。小山さんに言ったら冴島の兄貴や。何の話か、龍が如くの話ですね。これどこにあったんっけね、給食のおばちゃんカード。資料を呼び出すカード、これ回復使っとこう。もしかして悲観でもいい感じ、これ普通に進んでいけばカード手に入りそう。じゃあ新聞の集金です。はいはい。あら何よ、しんのすけじゃない。ほいほい。あら、見飽きたお顔のミサイじゃないの。見飽きたお顔。そうしないといいことしてあげないよ。おお、いいことって何、早く教えてよ。それはね、風間くんがカード見つけて持ってるらしいよ。どこに行くかわからんけど。風間くんね、妖怪ケチケチおばば。妖怪ケチケチおばば。キムタカごとくロストジャッジメント続編の方、まあ面白いと思うけどね。なんか私めっちゃ龍が如くシリーズやっとったからついに飽きてきてしまった。ここ入れるの、北山のおばさんの家。風間くんどこにおる。こんにちは、ゴース。おやしんちゃん、おやしんちゃん、どうしたの。どうもしないけど、おらお腹すいた。はいはい、じゃあおせんべいあげるわね。ほらチョコビの方がいいな。風間くんどこにおるんだろうね。おってん、風間くん。あれ風間くん、あれじゃないんか。残機残しておきたいんだよな。あ、嘘。あれだ、よっしゃ。しんちゃんの家の右隣は実際ミッチーヨシンのアパートだよね。あ、そうかいね。なんか変わったんかいね、左側にあったんかいね。さあクリアしましたよ。さあラストだね。やいわしのすけくん、とうとう全部のカード見つけたのね。さあ早くカードちょうだい。母ちゃん言ってたけど、人に物を頼むときはちゃんとお願いしますって言うんだよ。はいはい、じゃあカード出してください。お願いします、お願いしますって思ったらしいね。敵の当たり判定に対してこちらの当たり判定するとほんまね狭いね。なんか体半分ぐらい、なんかあの意外と当たらん気がする。シューティングゲームは言えないけど、シューティングゲームってさ、例えば当たり判定、まあなんだろう弾が10に対して 2ぐらいじゃん。シューティングゲームは2とは言わんけど、5ぐらいかな。確かに、あれ、これは私がしまっとったはずの彼氏の写真、なくしたと思ってたのに、いつの間に持っていたの。お、間違えた、カードはこっちだ、写真は返してよ。このバカ、この写真は私のよ。はい、ラストのミニゲーム、これが地味に難しかった。じゃあ
じゃあ取ってきたよ。しのすくん最後のゲームだよ。見事クリアしてこの園長先生を喜ばして、これ難しいほんまに。一瞬フリーズ、フリーズしたらねもう終わってしまう。私は園長組長ではありません。もうゲーム始めますよ。失敗すると残りのしのすくんの数が減ります。ルールは知らない。いやこれほんま難しいよ。私パズル苦手でね。15枚のパズルを時間内に元に戻す並びのゲームです。はい。方向キーで動かしたいパズル、カーソル合わせて A を押す。これほんま苦手なんだよね。これは一緒。よしよしよし、さっきの経験量が活かせる。雲がなくなった。 OK、 右下だな。右下ね。 OK、 とりあえず上からやっていけばいいか。こうなるんだよね。少しこうして OK で、次は雲か。まさかこれか。違う。もう説明がしようがないっしょ。マジか。多分ここよね。でしょうね。よし、オッケー。とりあえず上の段揃った。あとは、あれ、右下でしょ。尻尾だから、どれだ？これか。どうすればいいんだ。あ、いた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 。あと買おうか。簡単じゃない、全然簡単じゃないよ。できたんだが、ご褒美の5000億万円かな。ご褒美なんてあげません。あー、よかった、できた。でも、おらって食いたい。得意不得意、ほんまよ。めっちゃある。おーし、ということで、クレヨンしんちゃん、嵐を演じ、やっとクリアできました。いやね、これね、アクション面の方が確かにアクション面のあの、お猿の総統さんの時は難しかったけど、正直あの、アクション面よりさ、
最後のミニゲームとかミニゲームのがね難しかったんですよね。いやでもクリアできてよかった。私ね前やった時はね最後まであの最後の何だったっけそのミニゲームでね何回やってもクリアできんで、もうエンドレスだったから、いやよかったクリアできて。なんかミニゲームが最後って変な感じだね。確かに最後戦って終わるよね。一応ね次回はねこの続きはクリアシンちゃん2かな、2をねやろうと思いますんで、またちょっとねそれ以外の放送はねまた様子見で